ワオサマー。はい、こんにちは、ドギです。暑い。やっとワオサマーっぽくなってきました。今日は簡単に、ワオ DIY をしたいと思います。で、今日はね、このドアの網戸を作りたいと思います。僕は最近知ってる人も多いと思いますが、シルクスクリーンをやってるんですね。ここがシルクスクリーンの作業場です。ここにあるスポットヒーターっていうんですけど、これが200度ぐらいになるんですよ。めちゃくちゃ暑いんです。だからこのドアを開けないと死んじゃうんです。この前ね、 SNS でみんなね、ドアにね、網戸作ればいいじゃないかっていう風にコメントしてくれたんですけど、まあ、僕やろうと思ってたんです。やろうと思ってたんですよ、本当に。2005と744に、あ、ピンマイク使ってるんでね、感度良好、田村良好。さあ、それじゃあね、もう簡単です。縦が 2005mm、 幅が 744mm、 クリアランスを 2mm 取ります。だから縦 2003mm、 横が 742mm。 OK、 やっていきましょう。これが縦になりますね。うわ、これ節穴、俺の目は節穴か。まずね、直角に端を切ります。やっぱね、うちね、こうやって日陰になるんでね、涼しいんですよ。僕の嫌いな風もね、遮ってくれるんで最高なんですね。これがね、36mm、 2003-72、 縦1931、大工仕事でね、やっぱね、計算が多いんですよ。 OK、 742-72、 670、 真ん中に入れるのが670になりますね。よっしゃ、これで枠の部分が完成ですね。トリマーで面を取ります。仕上がりがね、変わってくるんでね。トリマー終わりました。端は絶対下穴を開けてください。いい感じですね。2001になっちゃってるね、これ。隙間が 3mm になっちゃった。まあいっか。うん、これ木があんまり良くねえな。まあ簡単な感じなんでね、いいんです。こんな感じで枠が完成しました。ワクワクすっぞ。あ、じゃあ、それじゃあね、お待ちかね、網をね、貼っていきます。いろいろ考えたんですけど、やっぱホッチキスでね、止めていきましょう。まずね、端を止めます。パチンとグッとやって、いっぱい止めておきましょうね。片面を決めちゃいます。なるべく多くね。これは大変だぞ。そしたら今度は思いっきり引っ張って、ここかな。で、こっち側も引っ張りながら、よいしょよいしょよいしょ。直角が狂ってるかどうかっていうのが分かんないね。うん、グッドグッド。直角に切れてれば直角になるはずなんです。だから丸ノコで切るときに直角かどうかっていうのはすごく重要になってくるんですね。引っ張りながら、いいですね。これは大変だ。玉切れ、いいんじゃないでしょうか。ああ、いいね。取っ手をつけたいんですよ、とっても。取っ手をつけます。こうやって余分なやつは切ります。切ります。所要時間45分。できました。でってでー。よし、つけてみましょう。さあ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 、どうでしょうか。取っ手をつけた方を中側にします。バッチリ。ちょっとね、緩みがあるけど、虫はね、入ってこないはずです。取っ手がないと取れないでしょ、これ。で、こうしてここに入れとけれるんですよ。ほら、バッチリじゃないですか、これ。完璧だ。これで快適に作業ができます。よかったよかった。はい、ということでですね、ワオ DIY、 今回は網戸作りました。皆さんもね、簡単なんでぜひやってみてください。バイバイ。
声入ってるかな、神戸良子、広末涼子、とっても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 だ。